おはようございます。今日来ているのは城ヶ島の猪子前です。夜明け前に釣り場到着したんですけどね、釣りがですね開始できません。なんとオキアミが凍ったままなんですよ。朝芽さん、オキアミの解凍忘れてました。なので今のスカリの中にですね、オキアミを入れて解凍してます。おお、いい方ですね。脇田くん、試合来ましたよ。いやー、ここに午前中に何かわからないですけど一匹ばらしてですね、それきり何事もなく時が過ぎまして、ただいま午後4時27分です。もうね、ラストスパートですね。ここからちょっと夕間詰め頑張って、なんとか一匹釣りたいと思います。今僕の左にいらっしゃる、あの離れで釣ってらっしゃる釣り人が今メジャー上げましたね。40近くあると思います。これね、地合いが来ると思うんですけどね、そろそろ地合いが来てもおかしくないんだけど、今狙ってる棚はこれ今7メートルぐらいのところですね。7メートルの棚を狙ってます。
やっと来たよ、秋田君。やっと来たぜ。え？いい方だね。40あるんじゃないこれ。これ。おお。40ジャストだよ、ほら。ねえ、40ジャストですね。壁の方に思いっきり投げたら、あそこにコマス溜まってるから食うよ。